今の9連敗かなんかね、うん、相手 A クラスは確保するというかね、はいはい、うん、そうそう、守備がね、うん、ホームランが出ないもんね、やっぱりね、はい、点取らないとね、点取らない、取らない、はい、こんにちは、あ、こんにちは、今日は岡田昭信さんに来てもらいました。まあ今、なんだかんだともう次期監督問題で、まあ周りは賑わってますけども、うん、大丈夫ですか？大丈夫ですまだ大丈夫です、まだ大丈夫ですね。あの前回ね、うん、阪神の話をした時があれ4月の中旬、うん、もう本当にタイガースが多分借金10以上してた時期にね、うん、まあこれどうなるやろうっていうような話をしたんですけど、うん、ね、現在、まあ、今8月の11日今日、貯金が2つかな、1つの1つになりましたね、そうや。それで、昨日横浜に敗れたんで2位から3位にいましたけども、うん、まあ、一応貯金1つ、うん、これどうですか、この時点で貯金1つ。いやいや、もともとだから力があるチームなんで ね、うん、まあ、最初なんであんな負けたんだろうというね、そうですね、その開幕9連敗かなんかね、うん、去年と戦力比較したら、まあ、スアレスが抜けた、うん、まあ、それもそこがあったんでね、うん、僕はちょっと順位を下にしたんですけどね、僕もちょっと下にしましたけどね、うん、でも、うん、あとはね、うん、それで新戦力がいろいろ出てきたじゃないですか、あの湯浅とか浜地とか、うん、ああいう若いピッチャーが出てきてね、もうちょっとね、うん、いや、もう力あるんでね、うん、まあそうだな、4月の時点で長い目安だけど、うん、まあね、あの月にね、3つ4つ貯金作って、うん、オールスターで5割ぐらい戻したらいいんじゃないかっていうのがぴったりそうハマったね、ハマりましたね、うん、あれオールスターの時に結局貯金までいったもん、うん、いや、ゼロ、あ、ゼロだ、ゼロだったら3連勝してね、うん、ちょうどゼロだったんだね、3連勝してゼロになった、うん、あ、そうそう、やっぱり自力はあるなっていうのは、自力はある、ね、改めてね、うん、だからその間になんかね、その無理してね、うん、10連勝とかね、うん、そういう感じで無理して、積み重ねきたんじゃなしに、はいはいはい、まあね、3連勝、4連勝してちょっと負けて、うん、また、ね、3連勝、4連勝っていうか、ある程度その上なりっていうかね、はいはいはい、普通の戦い方で来た、そこまで来たんで、そうですね、うん、だからやっぱり力はあるなっていうの。まあ、実際あの投手陣の防御率見たら驚くぐらいの防御率でね、もう本当いいよね、あれでやっぱ優勝争いしてない方がおかしいぐらいのね、まあ、まあどこの球団もピッチャーいいからね、だからバッターの打率悪いでしょ、はい、ね、本当に、はい、今年は全体的にちょっとね、うん、悪いピッチャー投稿のね、あのそういう年ですよね今年は。まあ、こうやってもうでも残りゲーム減ってきましたけど、うん、最終的にもうヤクルトと争うとかいうことを言えなくなってきたね。いやいや、だから、うん、今ね、うん、あんまり阪神だけまだ優勝ってあんまり言わない方がいいと思う。それは言えないでしょ。そうもう、直接対決ヤクルトもそんな言ってないからね、12球団で、まあ、阪神だけでしょ。ヤクルトがまだね、そうですね、ヤクルトがまあ言ったらずっこけて、うん、もう何連敗もしだしたら可能性としてはまだちょっとあるぐらいのもん で、ね、普通にやっとけばね、そうですね、だからまあ、うん、まあクライマックスがあるんだよね、うん、最低 A クラスは確保するというかね、甲子園でヤクルトとの3連戦ね、村上3連発食らった、うん、あの時点でもう僕終わったなと思った、ね、痛いね、あれ3連勝するのと ね、 ね、あそこでもし3連勝してれば、うん、もうちょっと可能性が残ったかなっていう気がした。いや、だから、うん、ね、ピッチャー言われに接戦したら負けるでしょ、ね、うん、接待ゲームほとんど負けてんよね、この DeNA もそうだけど、まあ、守備で足引っ張ったりもあるし、そうそう、守備がね、うん、あとちょっと勝負するとことしないとこ、うん、そことの、まあ、勝負感っていうのかな、そう、うん、そういうのもあるよね、うん、何でもかんでも勝負ね、そうそう、やっぱり勝たないといけないんだよね、うん、結局ね、もう本当に、うん、あ、1個の前中村だけした話してたら村上か、うん、あれはもう全部歩かしてもいいんじゃないかと、うん、それぐらいの気持ちで勝負していかなかんって言ってね、うん、いやいや、もうそうでしょうね、うん、そうやって考えたらちょっとまともに行き過ぎてガツンとやられたなっていう ね、 そうね、うん、さあこれからほいじゃあ、まあ A クラス狙いという方向になるんでしょうけど、うん、まだでも
巨人とも2ゲームしかないでしょ。そうだ、まだだから、うん、4位のね。でまた広島がね、うん、ヤクルトに勝ったよ。ここに来て全部勝ったでしょ、うん、ヤクルトに。だから分からないな。まあ中日がちょっとね、ちょっとね厳しく、さっきはねちょっとあるんで。はい、まあ、4つで2つでしょ。4つのうちの2つね。2、3、4、5までの4、どこにもチャンスあるでしょ。4つでまだ、うん、あの A クラスっていうかね、ああそうそう、クライマックスは、まあ、巨人なんか当然ね、最低でもクライマックス思ってると思うんでね。いやもう原監督はこれ B クラスじゃね、B クラスではね、やっぱりちょっとこれはいただけないんで、うん、そうやって考えると、うん、かなり来るでしょうね、これから、うん、来ると思うね、巨人はね。何かこう、その、まあ、2つに残るためにあえてね、監督であればどういうことをやりたいなと。いや、やっぱり打線でしょう。打線、打線の奮起ね。ああ今厳しいですね。でやっぱり、まあ、どこの球団もね、うん、もうコロナ一緒なんですよね。みんなあのね、全然コロナかかろうと思ってみんなかかってないし、みんなちゃんとね、もうあの守ってね、やっぱり、うん、だけどやっぱり団体ね、あやっぱり誰か一人かかるとね、団体でこう移動したりね、うん、するんで。これしょうがないですよね。まあ、巨人は50何人かかった。これもうどこの球団、これね、コロナだからどうかいう問題ないから ね、 ね、もう みんなの球団がね、はい、もう開幕から ね、 そうね、どこの球団もこういうのなってるんだから、まあこれはもうね、元気な戦力でやるしかないわけでね、うん、もうそれはもう言い訳できないですよね。できない。もうある程度どこもこれはもう均等だということでね。そうそうそう、うん、そうやって考えると、まあ、今、中野、近本、そして大山、うん、この3人が昨日のゲームなんか出られない状態でしたけども、うん、まあ、その中で戦っていくとなると、これ、昨日の打線見たら確かにちょっと寂しかった。うん、だから、そうね、やっぱり、ね、近本、中野がどんだけ機能してたかいうことでしょうね、ね、これね。そういうことですね。うん、そう、あの2人がいないと、やっぱりね、うん、ちょっと辛くなるなっていうのはね。大山も一番打点稼げるバッターでね、うんうん、この3人が抜けてるっていうのはね、やっぱりこうホームランが出ないもんね、やっぱりね、はい、うん、あのロドリゲスね、入ってきたのちょっと良かったけど、うん、今引っ張りすぎてるでしょ。いやいや、そんな打てないでしょ、ね、だあれ全部右に打てとかそういう指示とか しないのかな、うん、いやいや、そんな右に打てる、右打てる、まあ、ね、技術っていうかね、ないかな、野球スタイルがそんなそこまで振りますかな、なかったんだよ、うん、最初のスイングいい感じで振ってるなと思って、うん、あれちゃんとね、右に打てるって、右に打てるんやったらオレックスクビになってないですよ。まあそうだね、だから途中から来るってなかなかね、あ、まあでも 3A か、あっちではそこそこのね、うん、数字も残してたんで、まあ、かなり期待して多分読んだと思うんだけど、あとロハスジュニア、うん、これもう一回落とそうとした時にもう、あ、もうこれで終わるなと思ったぐらいの2軍に落とそうかなっていう時にね、あの時に大山が、コロナになって、うん、結局代替選手で、残して、うん、そこからちょっと活躍してる、ちょっと活躍したよね。だからどうな、まあ、もう本当にいてる選手のベストの形でね、うん、やるしかないんで、ピッチャーはでもしっかりしてますからね、ピッチャーね、もうだから、うん、青柳にしても青柳、ね、伊藤でずっと勝っていかないと ね、横浜でこれ2連敗しましたからね、うん、これはちょっと痛いですよ ね、 痛かったね、まあ、両方ともちょっとバックが足を引っ張ってるそうね、結局、ね、ここ一番のやっぱり勝負弱さっていうのかな、うん、そういうのがちょっと感じたゲームがね続いてますよ。これ負けゲームの時大体それが入ってるからね、競った時に出るんよね、大事な時にね、結局ね、この辺はなんか直せるのかな、練習やり方で。いや、うん、これやっぱりね、いろんなポジションを守ったりね、それを、僕は絶対それがあると思うね。だから選手からすると言い訳できちゃうね。そうそうそう、うん、やっぱこんだけいろんなとこ守らされたらエラーも出るぞと、うん、いろんなとこを守れるようなね、前はこうスーパーサブ的なね、うん、だから岡田選手の時も、まあセカンドはほとんどだけど、うん、ちょこちょこ他でも守ったでしょ。守っ、まあ、誰かが怪我してね、怪我した時もう応急処置で、そうそうそう、もうその時だけですね。その、あのゲームの中で後半守備位置が変わることはほとんどなかったんちゃうかな。そんなの僕も見たことない。いやだからそのポジションに、うん、あのスペシャルを当てはめるのはあったでしょ、守備要員の人もね、まあ、ダイソーからとかね、
あれ後半一気に変わるもんね。いやまあ僕はこれまあみんなあんまり公には言わないけども、やっぱり糸原を中心に考えてるような気がするので、ね、やっぱり佐藤っていうのは4番で、まあ、そのクリーンアップの佐藤大山を一番変えるもんね、ね、あのポジション途中で変えるもんね、内野から外野、外野からファーストとか、あれはやっちゃいけないんじゃないかなというね、チームとしては中心的な選手なんで、まあ、そうだね、一番重要な選手だからね、そこを動かしてまで、ねとね、やる必要があるのかなっていうね、やっぱり一つのポジションで1シーズン守らせてあげたい、何部打ってもベストナイン選ばれないでしょう ね、あれは選ばれないね、だってポジションないんだから ね、どこがメインなのか分からないからね、うん、まあ矢野監督の考えなんでしょうけど、うん、その考えが正しいのかどうかなっていうのはね、うん、まあ、それはやっぱり結果出ないと ね、それでね、それで優勝したとか言うならね、うん、なるほど、そういうやり方もあるのかっていうふうに見てくれるでしょうけどね、うん、じゃあこれ後半の、まあ、A クラスに残るポイントとしてはもうバッターバッターね、バッター点取らないとね、点取らない、取らないとね、まずね、この夏の8月の暑い時期にね、やっぱりそれちょっとピッチャーへばってますよ、ね、だからバッターが絶対カバーしないと、ね、夏場にやっぱり僕らも打率稼ごうっていうね、夏場ね、うん、そういう時期ですよ、で秋口で涼しくなるとまたピッチャー良くなるよ ね、だからやっぱり8月、9月8月はもう絶対バッターが ね、ピッチャーを助けないといけないです ね、うん、まあ、そこでちょっと主力が3人抜けてるのは辛いけども、うんうん、出れる選手はもうこれチャンスだと思って、ね、そうそうそう、もうチャンス思ってね、それ頑張るしかないですよ ね、うん、まあとにかくエグザスに残って、うん、クライマックス、クライマックス、クライマックスで、とにかくね、そうチャンスがあるということでね、もうそっちに行くしかないんだね、うん、あんまり上見すぎたら下からね、確かに、ほんま、いや確かに、いやそんな下も下の方が差がないんだから ね、ヤクルトヤクルト、ヤクルトってね思ってたら下に救われてしまうから、ね、確かにね、うん、だからやっぱりそこはもうどうですか、ローテーションはもうとにかく崩さずにずっとやっていくっていうね、さっき2戦目に勝っていかないといけないでしょ、ね、そういうことよね、ヤクルト戦があるからね、はいはい、ちょっとこれを3人を当てるとか、もうそれはもう絶対やっちゃいけないよね、もう自分もう目の前の一つ一つの積み重ねですから ね、これは、はい、そういうところですね、うん、はい。